すぐ軟化すればまあいいんでしょうけども、なかなか時間がかかるので。ブログの方では2時間ぐらいとか、なんかあのミラーフィニッシュで2時間ぐらいですね。あ、はいはいはい、こんな感じで、じゃあこの時点で結構あれですか、はい、押さえつけてるんですか。いや、あの押さえつけてるっていうより、あの水分を追い出す感じですよね。あの液剤を追い出す感じです。とりあえず的な。で、問題なのがこちらなんですけども、軟化させたくない部分に残ってるとこの部分もよれちゃう、柔らかくなっちゃうのでスッと入らない。できるだけこう追い出してあげて、ここだけにとどめる、ね、そうすることでモールドに埋まっていくっていうか。そしたらこの時点でギュッと追い出すっていうような、はい、でそれで、まあ、あと放置です。放置するとあのこんなピチャってだん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 この柔らかくなってきますので、あとあとでそのまあ一旦ペチャッとそういう風にして、で放置して柔らかくなってきたらまたこうもう一押しみたいなのをする。いや、あまりもうその最初の時点で OK。 そうですね、あの